ルチャンネル。キミさん、僕の CD、うん、修理してください。ああ、やるよ、ちゃんと。バッチリね。今日なんかフォークからオイルが漏れちゃうんですよ。ああ、本当に？それ、まあ、天然かだね。うん、もう、これ直してください。あと、まあ、どうでもいいけど早く降りようか。すいません、すいません。シュニさん、はい、ちょっとどうやってやるか教えてください。僕ど素人で。とりあえずまずは、はい、フェンダーを取って、はい、前回りその道具を抜く。でその道具の曲がりチェックして、はい、中のオイルとシールを交換する。これ今からやっていくんですね、うん、すいません、俺フェンダーって何ですか？フェンダーってこのあのドレオケだよね。あ、それをフェンダー、英語で言うとフェンダーだよね。フェンラー。ちょっとやばい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 。じゃあちょっとだんだんこれ今日撮っていきますね、動画を。僕はもう本当にド素人なんで、見ないとわからないんで、お願いします。ダブルディスクだもん、ちょっと面倒くさい。あー、ダブルディスク、このブレーキのこれ2個ついてる、これがダブルディスクですね。めちゃくちゃいいです。常にここで僕はバイクを直してもらってますっていうぐらい何もできません。でもこの動画を見て、あ、そうか、ここ変えなか、変え方はこれかみたいな、ちょっと分かりますからね。そうだね、はい、まあフロントフォークは覚えやできるかな。でも動画がいるかもしれんね。あ、まあ、あのケンタロウでもできる道具使ってやろうか。俺でもできる道具素人ができる道具で、道具の名前もそんな知らないです。モンキーしか知らないです。鉄パイプ、あやっぱでもオイルって結構漏れるんですか、そういうフロントフォークから。そうだね、あのやっぱりゴムだな。経年劣化でやっぱり漏れるよ。はいはい、僕冬場エンジンかけてないんですよ。そういうのもダメですか？やっぱりさ、はい、動き出すとダメだよね。あのカチカチになっとってさ、うん、あずっとほかっとって、はいはい、あ、それですね。僕漏れるからさ。なるほど、その辺もちょっと見るけど。ありがたい。バキンバコバキンってやれんよねやっぱ見とるとそう今日やれないですよ、それ。やれね。ラブもちゃんと調整してやればいいんだよね。お、ジャッキで持ち上げちゃうんですね。そうだね。ここが一番当てやすいですね。それ名前とかあるんですか、そういう。これボトムケースだね。ボトムケースを今外してる。ボトムケースの下の、うん、なんていうんだろうね、これフロアから、うん、カバーだね、両サイド、アクセルシャフトボンベルカバー。バイク屋、バイクいじる人はこれ全部分かるんでしょ、これ分かってやってるんですよね、もちろん。そうだね、これ CD はさ、はい、もう何台触ったか分からんぐらい触ってるもんで、ああ物見は分かるよね、ブリブリとか。あ、これどこのブリとか物見は分かるよ、ネジだけで分かるね。でも好きじゃないとできないですよ。そうだね、こんな大変なこと分からん、俺は何でできるのか知らんけどジャッキアップ。
って夜そこで食べて、ほんでバイクで帰る。それは何ですか？これブレーキだね。はい。どんな状態？いや、わかんないけど、あ、ちょっと待って、こっち見る。え、見せないかな、これ。フロントフォークなのか、液漏れしとんのか、見ないか。あ、なんかオイル漏れてましたね。そこから？いや、フロントフォークの。ここだよね、はい、だもんね。そこから漏れて、結構拭いてたんですけど。だいぶ取る。ちょうど5対面ですか。僕絶対できないですわ、それまあでもやることねえと思うよ、うん、一回やっときゃ当分、ええ、大工いや、すげえと思うよ、ていうか、いいよね、あの人、親方修行して、ええ、飯作れるようになった、飯作れるようになったんです。ドラムってよし、純正だね。純正ここは見かかってないんだわ。あ、そうなんですね。隠れるもんね。とりあえず1本抜けました。抜けました。噛んだこれ。いやーダメですか？あらら、これ漏れるんだわ。わかる？この傷。はい。フォーク自体がさ、のメッキがなくなっとんだけど、とりあえずはいいんだけど、ええ、シールが破れるんだ、これが起きた時。あ、スライドするとか、はい、傷するとどうしようかな。フォーク特解ですね、じゃあ。うん、これ傷わかるかな、めっちゃ。このこれ、うん、これがダメなんですか？これダメ。これでシールが削れるんだわ。こんな些細なあれが。へ、うん、前もやったけどさ。はい。鳴らしてみてもいいよ、多分無理だな。いやでもダメだったら変えてほしいです、うん。ないかな。フロントフォークこれ1本。ちょっと使えないんですね、僕のやつ。使えないね。なんで？気が入るやつは何やっても無駄だね。はい。それを、今ちょっと買ってこれたんですね。中古でね。ラッキーで。近くのバイク屋さんで、1本6000円でフォーク買ってきました。ありがとうございます。絶対そんな破格の値段で売ってくれんけど、ね、親方だもんね。今日は機嫌が良かったんで。じゃあ続きお願いします。そんな部品がすぐパッと手に入るところがすごいよね。はい、なんかないもん。俺ちょっとできるかななんて思ったけど、絶対できんすよこれ。あ、その中にオイルが入っとんだ。そう、これそれが漏れてたんですね。そう、この
あのダンパーの上ですね。でこれがダメなんだよね、この傷。わかる？この硬質クロムが剥がれたやつね。はい。これが剥がれとる、こういうなっとるやつは絶対漏れる。はい、絶対漏れる。半年以内に絶対漏れる。へぇ。何回書いても。これも再メッキできないからな。デル高いもんでさ、硬質クロームっていう、あの普通のクロームじゃないもんでさ。へぇ。工業用のクロームだもんで、ね、高いんだよ。なんでそんなとこに傷がつくんですか？すれ。あ、すれ。すれた後、ボトムのガタとかもあるんだけど。ああ。もうやっぱ劣化で傷んじゃうってことです、うん、このスライドメタルのガタとかさ。はぁ。あとは、なんだろう、ウィリーとか、フロント上げとったりとか。ああ。とかだよね。まあ、低年齢感もあるだろうね。はいはい。古いバイクですからね、うん、であとこのシールが漏れるんだよね、こいつがこいつがこうやって動くもんでさ、はい、これここで滑るもんでちょうどここが剥がれとる、なるほど、なんだよね、リングかなんか。もうそれは新しいものに再利用で、うん、これ再利用、はい、メタルあんまりガリガリに傷ついたらダメだよ、買えるけど、ここはだから削れるやつだね、ちゃんと見てください、よし、中はやっぱり磨いた方がいいってことなんですね。そうだね、今ガサガサになったもんでさ、磨く。あとはこれ中も掃除しないかも。何をやっとるか全くわかりません。よいしょ、これね、普通なんで、おー、中身を取ったんですね、ここに溜まっとるの分かる、これわー、ゴミ全部取ら、見えるかな、これ、いや、でも、さっき真っ黒で、あ、うん、綺麗になりましたね、ドブみたいなやつ全部取れたよ、あ、すごい、カメラじゃちょっと分かりにくいけど、うん、肉眼だとすごい綺麗、あとこっち向きにしときゃ、すごいな、ちょっとね、ゴミが多かったね、これ、あー、今それやってるのがフォークですか？フロントフォークのボトムケースの中に入れて、ボトム、はい、フロントフォークのオイル交換とシール交換、はい、安易にちょっとできるかもと思った俺が恥ずかしいですよ、道具がありゃで、いや、できん、できん絶対できんす、で、新しいシールを、はい、トイスパイプ、まさか
まさかの。どうついちゃう。入っちゃった。スライドハンマーっていう道具がいきます。はあ、そのままテスト5で。これみんな誰でもできる、ね。誰でも、これだったら僕でもできます、ね。ここだけは。これ道具いらない。はあ。裏合わせですね。なるほど。てかやっとるんだもんね、バイクさん。うん。僕直っちゃった。僕直った。ラッキーだよ。ラッキー。格安直っちゃったけど。いつもラッキー。本当に。オイルの名前がフォークオイル。フォークオイル、うん、あ、もうそういうのがあるんですね、うん、よし、200。はい。200入れちゃう。入れて、オイルを200入れとくと。これでバッチリ。ありがとうございます。バッチリもうもらえてる。よし。あれは絶対乗れるわ。はい。フォーク自体結果があった。2本目。二本目。こっちはひどいのない。よし。んで。水？水がめっちゃ入ってる。これ綺麗なのか、オイル。めっちゃ出るか。な、これ動かんぞ。え？動かんぞ。誰か動かんぞ。なんか気になっちゃう。こっちの方動かんぞ。
とりあえずフォークこっち完成。やるね、こいつやると見つかるな。すごい専用工具。これツーリング一人で行く人ってどこ行くんですか？高速道路近郊じゃない？昔の人ってなんかロングツーリングが多かったんでね。はいはいはい。日帰りですよね。うん、多分。東京ぐらいまで行ってそのまま帰ってくるっていう高速降りずに。まあでもあれだよね。行くならあれじゃない。あの田舎に行きたいんじゃない？ああ。すごいな。さっきの、これなら道具だね。これでもバイクいじる仕事ってずっと見とけますね。うん、ああみんな言う、バイク好きな人はね、はい、言う。俺人生で楽しそう。うん、ずっと折れる。なんかここで別にご飯食べながらこの仕事何もできないですけど見とくのはいいですね。うん、みんな言う。心地いいらしいよ。心地いいですよ。はい、うん、心地いいらしい。はい、ましてや自分のやつやってもらっとる。いいですね。うん、ワシャつけてあるのか、うん、傘増しだろうな。変なとこが触ったな、これ。よし、すごい。エア抜きですね。うん、ちょっとエアだけな。はい、いいっすね、うん、ありがとうございます。とりあえずホープこれもう後早い。着きましたね、うん、何しろこれくんどかんの先変顔のやつ、はい、動かせるもんさ。次のやつが入ってこれない。おかしになっちゃう、ね、うん、もうそれ一番上まで行ったら勝手に止まるようになってるんですか？うん、大体左右対称に。これはもう感覚ですか？線がある。あ、線がある。うん、線がある。
バランスが悪いとまっすぐ知らんでさ。ああ、いや素人には何にも分からんです。まあ別にフロントかもね。治ってきたぞ。よし、まさかダブルディスクとあれだかも。カマつけて変な線よ。シングルだと超楽なんだけど、ダブルだ
ごいやりにくそうですね。うん、やりにくい。ダブルディスコだ。このダブルディスコは右のやつを左に加工してつけてるからやりにくいんですか？そう、純正のオプションの昔あったやつは、はい、ちゃんとした作りでやってやるでいいんだけど、まあ何しろやりにくいよね、これ。うん。OZ で混ぜましたけど、これは。それは何ですか？これがキャリパー、ブレーキ。あ、ブレーキ。あ、うん、それがブレーキ。うん、これがピストン出て、これがキャリパーです。あー、これ違う。どういう調整なんですか？昔のブレーキなんかでさ、はい、調整したらないかな、頭にマニュアルにも書いてあるけどさ。僕はやらなくていいやつですよね。定期的にやらないかんね。はい。じゃないと片減りしちゃう。ああ、なるほど。持つとかあります？持ったりした方がいいですか？いいよ。思いのほかトラブったな、これ。もしですね、このマークが。あ、今それ、新品ですね。新品？エムテックの新品ですね。あ、エムテックの？はい。それに変えてって言われる。同じチームの子ですけどね。